まずテンコス、はい、じゃあ6番からテンコ。はい、はい、6番です。はい、9番。あぁ6番おい、もう、違う、お前黙ってろこんなとこに来るはずじゃなかったんだ俺らは。この死神ってやつが銃の安全装置を外してなかったから。だって撃ったことないんだもん。まったく、こんなとこに。結構しょぼい理由で捕まってるんですよ。おい、あ、あ、うん、とりあえずちょっと出ようか、早く出ようか。はい、はい、君さっきがちょっと調子乗ってるけど。いや、でも僕的には正直言うと調子乗ってるのはあなたの方かなって。すいません、先生、ちょっとこいつ生意気なもんで、ちょっと許してください、本当に。僕たち天下のブックスなんで。ちょっと、お前黙ってる、ちょっと。生意気の前はここ。囚人番号6番ね、次が。もう6番って呼ぶか。6番って呼ばれんの？6番って呼ぶか。もう名前でも呼べくね。早く入れって。ナンバー6に入れ、ほら。いやいや、かっこよくない？ちょ、入れ。ほら。殴れないなって痛い。もうこれはね、まあ普通にちょっと日数をね、日数を、うわぁ来たぁ。た、悪いことしたから日数が、看板が29になった。一日減った。あ、そこの30ってそういう意味だったのか。お、待てよ、このトイレなんか深いぞ。深いね。なんか、え、謎の道がある。待って、出ちゃったけど、どうしようこれ。早く戻ってこい、戻ってこい、入れない、いや、戻れない、戻ってこい、戻ってこい、来るぞ、来るぞ、来るぞ。待って待って、どっかにしようかな。あいつ、あいつ、あいつ危ない。どうすれば潜って、そう、ちょっと一段低い。潜った、潜った、そのまま、潜れた、潜れた、そのまま進んで。オッケーオッケー、戻った、よし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 、帰ってきた。おい、ちょうど、何ですか、ちょうど、はいはい、メッチの時間だぞ。ありがとうございます。明後日になったら自由時間が与えられるか。はい、自由時間、自由時間ですか。ありがてえ、自由時間も与えてもらえるなんて。僕の昼場自由に使っていいか。あ、マジですか。ありがとうございます。広いな、まあ、体鍛えたりだとか。はい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 、床掘ったり、そういうことしながら。何言ってんだよ。あ、違います、あの土遊びが結構好きなんで。そう、土遊びが好きなんで、やっぱそういうの。よく泥団子とか。僕そう、前世がモグラなんですよ。じゃあ今日はもう終身だか。はい、はい、休みなさい。また明日になったお疲れ様です、今日も。はい、お疲れ様です、お勤めご苦労様です。おつでーす。あ、いや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 、やめてください。やったぞ、向かったぞ。6番。はい、6番。7番と同じ運命を辿りたいか。7番、そういうことだったのか。じゃあ、おとなしくしとけよ。はい、はい、おとなしくします。行った、行ったな、あいつ行ったぞ。いや、もうちょ、あいつが7番だから。言い忘れてたけど。はい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 、またあいつが7番だよ。いや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 、お前なんだ。6番。6番いないと思った。いるー。ごめんなさい、ごめんなさい。これ農業ですね、今日。はい、はい、農業ですよね、余ってるやつ。分かってます、僕。多分余ってるやつなんですよね。痛い痛い。でもちょっと見てほしいんですけど、この、うん、これなんかの形に見えません？何の形に見えますこれ？何の形に見える？はい、これ、こっそり形に作ってみたんですけど。何個できたんだ、ちなみに小麦。1個です。それはあの本当に待ってるだけなんで。いや、コップあるだろ、ここに。いや、コップも全部使って、この底に。なくなった時はなんて書いてある？コップが足りなくなった場合は監視報告し補給してもらうこと。なくなりました、コップ。はい、ああ、まだ起きてたのか。はい、起きてました。なんだ、6番を寝てるな、一番働いてねえくせに。あれ ?6 番いなくね。おい、6番。トイレか、はい、はい、トイレです、今。トイレでお前寝てたのか。6番。はい、はい。6番。はい。6番。コップ持ってきたんだが。はい。お前は、トイレで寝てるのか？ちょっと、あの、寝ぼけて使っちゃったみたいです。あ、ちょっとこいつ無遊病があるんすよ。すいません、無遊病あるんす、はい、こいつ、はい、なんだ、閉じといてあげようか、トイレ。いや、大丈夫です、本当に、あの
もう夢見ません。コップ46用意しておいたから。46個もですか？ありがとうございます。すみません。まあ明日は自由時間だからないけれども。はいはい。ありがとうございます。助かります。するように。はい。ありがとうございます。あと、はい、トイレで寝るのよ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。間違い。はい、お疲れ様です。はい。はい、はい、何ですか？いいか、これ警告だからな。はい。怪しいことはする。ちょっと8番のいびきがうるさいんで、言っといてください。8番さっき起きてた。さっきまで起きてたな。うるせえ、うるせえぞ、8番。ちょうちょ聞いて、ほんと。何？僕さ、うん、うまくちゃんと戻れたと思ったの、うん、ちゃんと戻れたと思ったらなんか扉の前に関心なくて、うん、で、6番とか言ってるから何言ってた、僕7番の部屋に違う材料系なくなったけど、ここはでもみんなの届けを待つって感じでいいんですかね。うん、まあ終わったんだったらそれで仕事終わりって感じで、はい、わかりました。はい、お疲れ。あ、もう時間も時間だから、お前にはもう戻ってもらおうか。あ、本当ですか。あ、ん、壊していいとは言ってないから、欲しかったら家って言ってます。ああ、そうなんですね。あ、それはいいから。ありがとうございます。じゃあ、このまま、二人には、飯に入ってもらう。はい。で、6番のやつも呼んでくるか。ここで待っとくように。はい、了解です。はい、6番。6番いるよ。はい、なんだなんだ。おー、みんな久々。あれ、なんか矢が矢が刺さってるけど、刺さってますけど何があったんだ。ちょっと、うん、転んだ。転んだ転んだ。うん、とりあえずもうちょっと探索してみるか。あ、館長用か、じゃ監視用休憩室だって。え、ちょ、そんな、いるんじゃないですか。大丈夫だと思う。見回りしてたしな。はいはいはい、すごくない？こっから外に行けるってことだ。俺は大収穫だぞ。びっくりした、びっくりした、監視かと思った。え、車さん監視かと思った。違う違う違う、来るかどうかを見とく人が広場か。ここでも行けないよな。おい、はいはい、ちょっと待って、友人区域にいたな今。え、ちょっと待って、来てくださいよ。いやいやいや、来てくださいよ。悪いが、外の巡回中にお前たちの姿を見かけた。いや、それはもしかしたら死んだ七門さんの亡霊かもしれないじゃないですか。いや、僕たち5人いるもんね。え、なんか証拠あるんですかねえ、ええ、おいん、やめて、やめて、やめて。監修に対する口の傷。そう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 そ、ちょっと出てきてもらおうか。ちょっと出てきてもらおうか。ちょっと待って、待っていいですか。ん、ちょっと待ってもらう。うん。あ、ちょっと、え、なぜチェストを開けた。え、もうやめろって。チェックしてもらって大丈夫ですよ、本当。わかった、チェック。あなぜパンプキンマン横井さん持ってるんだ。関係ないが関係ないが、なぜあいつパンプキンマンを持ってる。あ、え、なにこれ、医療室にして侵入者。お前たちのことは後回しだ。お前たち一旦部屋に戻っとけ。はい、こちら、はい、わかりました。要習字番号6番。はい、なるほど、ちょっとこっちに、右側に、こっち側に、はい、はい、はい、ここの文字が見えるか。いや、ちょっとわかんない。勝手に開けることを禁止する、はい、規則を破った者は処刑までマイナス5日および懲罰の域とすると。そう書いてあるんですかこれ。読めない。ちょっとすいません、こいつ教養がなくて。もう黙っとけ。あれなんです、あの、はい、生まれてから僕あれなんですよ、あの孤児でいる時にペイントさん、あの8番に拾ってもらって、そっから男で一つ育ててもいいか、聞け。はい、6番は規則を破って、重大なミスを犯したため処刑までの日数をマイナス5日プラス1日のマイナス6日とする。うそだ。そしてお前は懲罰貿易だ。歩け。お、中に入れ。実況者本人のバカさをちょっとよし、じゃあ行くぞ。はいはい、線路を進むよ、
線路は進めよう。線路は進まないしな。線路は進まない。続くもんな。続くね。確かに。そうですよね。線路は続きますよね。全くその通りだ。珍しい。お前のことは十分ね、目につけというか。あー、もう大丈夫ですよ。はい、本当。お前には期待してるから。監視のメガネになれるようにみたいな。目につけてるだけに。監視のメガネ。目につけてるだけにみたいな。どうしました。まず入ってくるほど。すいません。本当。今日ちょっと調子悪いみたいで。あいつなんかどうした、なんかやってるか。何か。要望のあった。はい。弓道部を設立した。これで。あそこの的を狙ってもらえて、はい、1人3投、はい、当てた者には、はい、1日自由券をあげよう。おーおーおー、じゃあ自分からいきます。よし、じゃあ中の弓を取れ。よし、じゃあ頑張ってくれ。頑張れ頑張れ、当てろ。いくぞ。じゃあいきます。ざわ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 、当てろ。え、ほん、おお、おお、おお、素晴らしいな、6番。はい。お前にそんな腕があったと。最後の鳥の黒縄さんが総取りをするという流れの気がする。その流れだったのに。お前、実はうまいな。お前、いつもセーフティーだけを解除しなかったのに。本当だよ、お前、矢がうまかったのか、銃じゃなくて。うまかったんか。じゃあ、あと2投打って、まあ、何個当たるかちょっと見てみよう。はい、あ、わかりました。えい、おお、こいつやり手ですよ。最初から弓持たせときゃよかった。どうしよう、当てたら当てたで感がやばい。いや、行けよ、やれよ、お前の実力見せて。行きます。あー、手が。よし、0点と。やると思った、絶対俺やると思ったよ、お前。もう手出すんじゃねえかなって。やらなきゃいけないんだ。これで俺たちが当てられなかったら自由権は誰も獲得できないんだぞ。まあ言うてね、当てやすいとは思う。すごい、あの背中の矢がお似合いで、ありがとうございます。あ、ちょ、あ、すいません。はい、いけ、こんな感じでございます。本当は全員に自由権与えたかったんだから。はい。え、これ一人じゃなくてですか？もう当てた人はもらえるんですか？もう当てたやつは自由権与えると。あ、そうなんだ。最初、一人って言ってなかった。全員が当てられたから、まあいいだろう。まあまあいいです、はい。ありがとうございます。もうそこはもう、監視しないなんです、ね。ありがとうございます。まあ一人だけないか。ないですか？お前はないぞ。ないですか？お前はないぞ。僕だけ二つ当ててるっていう部分を考慮して、何かないですか？わかった。はい、マイナス1日券をプレゼント。おめでとう。嘘だろ。マイナス1日券をプレゼントしよう。バカだね。よし、じゃあ、こっちに移動してもらおうか。バカだな。溜まっとけばいいのにさ。言うの忘れてたけど。はい、何でしょう。はい、はい、言うの忘れてたけども、はい、お前らあれな、あの寝てる間いいが、これ朝になったらちゃんと戻しとけ。あ、わかりました。いいな。はいはい、おやすみ。さな。許した。おいおいおい、ちゃんと、おいおいおい、あと一歩そこまで行ったのよ。ちょっと待って待って待って、6番6番寝てる寝てる寝てる。あ、寝てる寝てる、よかったよかった。ラララランドセルはててんてんてんと無遊病中なんですけど。無遊病中。お前、無遊病中のやつがなんで。無遊病で報告しやがったぞ、あいつ。あの、HP が今ないんで撃たれる年なんですから。ほんと死んじゃうって。いいか、はい、たとえ病気でも、はい、行動は行動だからな。いいな、6番。はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。長いよ、8番。今日はステーキを食われた。え、わ、今なんて言った。いや、え、今なんて言った。え、
ステーキだす。え、これは、これ罪なんじゃないの？これはって何？これはって。ステーキは素敵って言ってましたけど、監修、これは大罪ではないですか？ダジャレは重罪ですね。なんかもう監視も流されないでください他のやつらに監修なんだなんだ逆に面白いダジャレしたらこう1日増やすみたいなあー増やす一回やっいいんですか一回やってみろはいはい行きます素敵なステーキごめんなさい減らさなくても減らさなくてもステーキのステッキ最初の段階だと 8.5 にしたんだが、まあかぶせてきてちょっと腹立ったか 8.1 みたいな。お前ら残り日数をちょっと見てみてくれ。いや見れねえよ。どうやって見るんだよ。どうやって見るんだよ。見れねえよ。残り13日、11日、8.1。8.1 はい。パッチか。すいません。アップデートされてる。すいません。いやいや今のめちゃくちゃ面白いと思うけどな、パッチカっていうのは。減らすか。え上手でしょ。お。出せ出せ。監視約束してください。なんだなんだ。減らさないで。わかったわかったわかった。減らさない。まあバージョンアップってことで 8.5 まで上げとこう。やった。なんかこの下のさ噴水の下の横の道って言ったその先。あ。なんか途中で断念しなかったなんか。なんか行ってない気がする。そうだ、確かにこの先にあるべきだよね。今監視塔に入りました。どうぞ。あ、はいはいはい。あ、こっち来ました。え？6番はどうした？6番はあれ？ジャブジャブ、ジャブジャブ。また水の中で遊んでんのか。何やってる？そう遊んでますよ。なんかあるか下に。いや、ないです。なんか最近になってこう、肺活量をこう鍛え始めまして。ちょっと待った、ちょっと待った、いいかそうだな、6番ちょっと出てきてもらっていいか。あれ監視、面白くて笑うのやめてください。6番おかしいよな。何?6 番水のな、ウェイカードもわかるんだ、違和感が、はい、おかしいよな、あれおかしいよな、おかしいな。何したの？おかしいよな、あれは。何したの？おい、自分で何がおかしいか言ってみろ。ですね、なんかなんか、全中に、羊毛ブロックが、ずれた位置。そうだよな。羊毛ブロックがあそこじゃないよな、置いてあるのは。おかしいですね。お前、何してんの、マジで。どうぞ、どうぞ、罰を。じゃあ。罰を。いや、本当に、監視、自習申告させてください。ほんと懲罰房に行くんで僕。わかった、懲罰房に行こう。はい。わからない。あいつマジで本当に何でしょう。ついてこい。あかし、僕もう食事がなくて本当になんて僕みたいな人間が生まれてくるんでしょうね。本当にマジか。6番これは監視も呆れるわ。6番。はい。はい。お前の処遇なんだから。笑いすぎて涙がすいません。はい。マイナス3日とするか。あー、やばい。もう1週間切ったやん。6番。はい。お前は残り6日になった。1週間を切ったとこなんだが。はい。今日の夜を迎えた残り5日だ。願いは鶏肉が食べたいな。はい。わ、はい、かった。それの準備はこっちでしてよ。ああ、ありがとうございます。来世ではちゃんと悔い改め、正しい人生を歩む。監視みたいな人になれるように頑張ります。まあ、お前みたいなやつに俺みたいになられたら嫌なんだがな。拒絶。
反省してるか？反省してます。そっか。ちなみに後ろにだな、はい、反省用のなんか熱々に熱したマグマブロックっていうのがあるの。ちなみにどうだ後ろの反省、反省の誠意を見せてみないか。ついでだから。あ、焼き土下座的なやつですね。そうだ。じゃあいきますよ。ふんぬん、本当に、なんで言っちゃうの、見てよ。あ、監視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 さあ8番6番、はい、仲良く懲罰後に行こうじゃないか。はい、6番いないと思った？いる、いた、いた。あ、懐かしい。食事ないんで。ところで6番 はい、何やら前溶岩土下座を見せたいとか言ってたな。はい、見せてみろ。私体力減っちゃうんで、その分食事の追加をいただくってこと。誠意を見せたら考える。本当に申し訳ありませんでした。言っちゃったよ。え、あいつ、あいつ、ね、待って、ここ見て、1,2,3,4,5,6、ここぐらい、腐ってた、ここぐらいか。おお、ほほほほ、ほらほらで、この中に入って、いや、塞いだ方がいいか。いやでも帰りがもうちょっと帰れなくなっちゃうな。ちょっと待って、てか僕さ、鶏肉腐ってた。バカじゃん。てか生肉のまま食べるからでしょ。あ、待って、奥位置間違えた。はぁ、水消えた。もうダメ、もうダメ。お前何やってんの。殴ったら減るから。ちょっと何やってんのお前。あ、マジ。一回食堂に戻りたい。食堂にもう戻れない。はい。